タートしました。好スタートはロサードが切りましたが、外からテイエムオペラを好ダッシュ、テイエムオペラを、そしてサイレントハンターは最後方です。まずは名将怒涛が飛ばしていって、テイユムオペラ王が2番手、3番手、内から4番のステイゴールド、3強が前を行きました。ダイワテキサス4番手、これは意外な展開になりました。あとは上天ブレイブが外を回っています。トレジャー、さらに内をついて1番のロサードは中段の位置につけています。ちょっと下がりました。そして後方集団も一気に差を詰めて石段の競馬になりました。スローペースで今年の天皇賞、向こう上面に出してアグネスデジタルが外からぐんぐん上がっていって先端を捉えに上がります。この辺りは固まっての集団で、あとは後方に控えたのがゼッケン9番のサイレントセーバー、イブキガバメント、そして名将王道が後方待機。団子状態です。団子状態で坂を登って、そして下りにかかりました。名将王道が先頭で半馬身のリード、トレジャーが2番手、3番手、3番手内をついてステイゴールドが続いています。しかし外からは上天ブレイブ、上天ブレイブが今3番手から3番手に上がっていきました。その直後にテイウムオペラ王は現在4番手の外目、3コーナー回っていて3、4コーナー中間です。ステイゴールドを内に置いています。その外からダイワテキサスが一旦中段まで控えました。残り800を切っています。その後ろ一旦下げたロサードが再び外に出して追い上げに入りました。あとはイブキガバメントが大外から、そして名将王道も後方から差を詰めにかかって4コーナーのカーブに差し掛かって残り600切りました。さあ先頭はわずかにトレジャーか、うちの名将怒涛か、名将怒涛かトレジャーか、そして外の上天ブレイブ並んで直線に向きました。3番手横一線に、これは大激戦になった、大激戦になっていますが、空いた底目からテイエムオペラ王が追い込んでくる、テイエムオペラ王が追い込んできた、上天ブレイブと並んで追い込んでくる、内立ち沿いはステイゴールド、坂を登り切った、大外からアグネス大地さんの追い込み、先頭はテイエムオペラ王が抜けた、名将怒涛2番手、外から追い上げたアグネスデジタル、アグネスデジタルが際どく差を詰めて、さあ外に切れながら先頭に並んでいる、テイエムオペラ王先頭、アグネスデジタル